田中健は、日本中央競馬会立党トレーニングセンター所属の、騎手。広島県初開地市出身。競馬とは無縁の家庭で育ったが、中学3年生の時父親から騎手という職業があることを聞かされたことをきっかけに、JRA 競馬学校に入学。乗馬未経験であったが、卒業時には、騎乗技術が特に優秀だったものに与えられる。 アイルランド大使特別賞を受賞している。卒業時の同期には、浜中春、藤岡幸太、宮崎北斗、丸田京介らがいる。2007年3月3日、浅見周一旧者所属騎手としてデビュー。同日の2戦目で初勝利を挙げた。なお、登録外ではあるが、河村義彦、木原和義両旧者にも所属し、 三級者で一人を育てるという形が取られており、初起乗馬は河村級者所属、初勝利は先見級者所属馬であった。以後初年度は14勝、2年目は24勝と勝利数を伸ばしたが、3年目は落馬事故の影響もあり12勝と数字を落とした。4年目の2010年10月、木原級者のマルモセーラでファンタジーステークスを制し、重賞初勝利を挙げた。 同馬とは、同年12月の阪神ジュベナイルフィリーズで、GI 競争を初起乗も経験した。2015年3月1日からは、先研究者を離れ、フリー転向。ありがとうございます。